ピウスゴセイ、ピウスゴセイ、パヤスブイ、1504年1月17日から1572年5月1日は、ローマ教皇、在位、1566年から1572年。本名、アントニオ・ギスリエーリ。異端新聞の世界で活躍した後、教皇として、異端とプロテスタントとへの対抗に力に入れ、カトリック改革を推進した。カトリック教会の聖人。 アントニオ・ギスリエーリは、ミラノに近いボスコ村、現在のボスコマレンゴ生まれた。14歳にして、ドミニコ会に入会し、ボゲーラ、ビジェーバのボローニャなど、各地の修道院で過ごした。1528年に、ジェノバで司祭に除海されると、パビーアに移り、16年間そこで教鞭を取った。彼はそこで教皇の権威の意味を再確認し、 異端を弾劾する十三箇条の提言をまとめる中で、自らの思想を明らかにしていった。院長としてアントニオは規律ある人物として有名であったが、自ら望んで、コモの異端新聞所へ赴いた。そこでの熱心な活動によって、周囲の反発を招いたため、1550年にはローマへ戻り、異端新聞の仕事に関わった後で、教皇庁の食料管理の仕事に就いた。 そこで後に、教皇パウルス4世となるカラハス数奇教に目をかけられ、ストリア、ネーピの司教職、アレスサンドリーノの名義数奇教、異端新門所長官というポストを得た。ピュース4世の下で、モンドビ、ピエモンテの司教に選ばれるが、これに反対したため、ローマの退去と異端新門官の職業権限の縮小を申し渡された。彼が認知へ向かう前にピウス4世は死去し、 1566年1月7日の教皇選挙はアントニオ・ギスレーリを新教皇に選出した。10日後の彼の誕生日に教皇としての戴冠式が行われた。ピウス五世を名乗った教皇は抜本的な改革案を次々に実行に移してローマの風紀刷新に乗り出した。それは教皇宮廷の経費削減、宿屋の規制、勝負の追放、儀式の尊重などである。 教皇は広い視野を持ってトリエント公会議の決議の推進と教会法の実施の徹底を各国で推し進めた。教皇はドイツ諸公との争いに危機感を覚えていたが、特にアウクスブルクの帝国議会1566年3月26日における論争に教皇権の危機を察知し、その影響力を制限しようと加え立てた。一方、フランスでは 教皇の影響力はより大きなものであった。教皇の指図によって、オデット数奇教と七人の司教が解任され、プロテスタントに対して寛容な直令が廃棄された。結果として、このフランスにおける教皇権威の行使がサンバルテルミの虐殺を引き起こす一因ともなる。ピュピウス五世の手による会直の中で最も有名なものが1568年のインコエノドミニであるが、 それ以外の教皇文書や、教皇令にこそ彼の人となりを伺わせるものがある。例えば、教皇への上訴の禁止、1567年2月、及び1570年1月、ルーバン大学の教授で論理を読んでいた、ミシェル・バイウスの断崖、1570年、政務日課の改定、1568年7月、ローマとアンコーナ以外の教皇領からのユダヤ人の追放、 1569年、新ミサテ天書使用の徹底命令。1570年7月、異端新聞書からの十字軍将兵の保護。1570年10月、聖母解体についての議論の禁止。1570年11月、不正な経理の噂があった組織である、謙遜兄大団、フラトレイスヒューミリアティへの制限強化。1571年2月、 政務日課の協調の徹底、1571年9月、全面賞の提供と引き換えによる、タイオスマン帝国戦への財務援助、1572年3月、などである。また、イングランド王エリザベス一世に対しては、政敵のメアリーの用語を謳った会直、エクストルピッシマムリエブリスリビディニスセルビトゥーテを、発布するだけでなく、露骨に敵意を示しており、 1570年4月27日の会直レグナンスインエクスケルシスで破門し、家臣の忠誠の誓いを説いている。しかし、この会直は同時代において何らだ現実的な意味を持つものではなく、歴史上、教皇による世俗王公への最後の破門となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。